それでは行きます。グリーンスリーブスです。次はパッヘルベルのカノンを弾きたいと思います。これはバイオリン3台が同じ旋律を時間をずらして、この場合は2小節ずつずらして弾くという、そういうまあカノン形式の曲です。だからカノンというわけですが、その最初に出発するバイオリン1のパートをゲストの人が2小節遅れて僕が、それからさらに2小節遅れてバイオリン3をミューズスクワパソコンから音が出ます。それ以外 の通奏低音としてのチェロとかピアノもパソコンからミューズスコアから出ます。はい、それでは行きたいと思います。パッヘルベルのカノンです。